リボレベルヘルドは、ドイツハンブルク出身のロックバンドである。結成時のバンド名は、漫画だったが2004年に、津波キラーに解消。だが同年に、スマトラ島沖地震が発生。その後現在のバンド名に落ち着く。バンド名は日本語で、殺し屋、ガンスリンガーの居。小さなライブ会場でのオープニングアクトとして、下積みを積む。ロックンロールが、 ラジオでよく流れたことで知名度を得る。2003年、ハンブルク市で最も歴史がある雑誌のオクスマックスが行っている新人バンド発掘のコンテストで3位になる。この時1位2位は該当なしだったため実質的1位であった。2005年にソニー BMG と契約しメジャーデビューファーストシングルジェネレーションロックをリリース。この曲は ギターヒーロー3レジェンドオブロックにもボーナス曲として収録されている。サードシングルのフロイデブライベンはバンデスビジアンソングコンテストでブレーメン州代表となり、その結果全国2位になる。この年にファーストアルバムリボルベルヘルドもリリースし、2006年にアインスライブクローネの最優秀新人賞を獲得する。2007年にセカンドアルバムカオスセオリーをリリース。 セカンドシングルの d u e x p r o d i r スト t は5555 55枚のみ発売された。PV のコンセプトやメンバーが着ている衣装は時計仕掛けのオレンジをモチーフとしている。同年に発売の u n t トレ t リッヒの PV ではキャンプに来た男女混合のグループのうち二人の少年が互いのことを気になるようになりキスをする。直後に 片方が拒絶しすぎの日には彼らの関係はよそよそしいものとなるのだが、ラストでは片方の肩に手を置き友情は残っているのだと表現される。アルバムのプロデューサーも務めたクリストファーはインタビューで彼らで表現したかったのは思春期というものが典型的なボーイミーツがあるだけではないということと答えている。ちなみにメンバーはラストのほんの数秒しか映っていない。 2008年、ドイツサッカー連盟から UEFA 欧州選手権2008の公式応援歌を依頼され、ヘルデン2008を発表。翌年の UEFAU-21、欧州選手権2009では歌詞を一部変えた、ヘルデン2009として再度歌われた。サッカー関連では他にも 2006FIFA ワールドカップの、ドイツ代表を追いかけたドキュメンタリー映画、ドイッチランド、エイン・ゾーマー・メハンに、 ハイムシュピールを提供している。2010年にサードアルバム、イン・ファーベをリリース。大ハッピーのボーカルマルタやドバとデュエットしたバージョンの、ハルト・ディッヒ・アンミア・フェストは、国内チャートで8位にランクインし、バンドとしては2つ目に大きなヒットとなっている。発売日はドイツにおいての発売日である。では、ドイツ、AT は、オーストリア、CH は、スイスにおける、 チャートの最高位を示している。なおタイトルの後ろは英訳である。ありがとうございます。